昨日を受けたアルティメットエナジティックス UE って言われているあのエネルギーワークの感想動画となります。私ですね、その人に紹介してもらって全然わからなくて、そういうものがあるっていうのはしてたんですけど、全くあのなんていうんですか、どんなことするのかとかわからないまま、行って、後でちょっとその当日に撮った動画をこの後流すんですけど、本当にですね、入って初めましてって言って、でなんかもうまだ何も話してないのにポロ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 涙が流れてきて、でそっからまあ計2時間いろいろ話をしてる中でもずっと泣いてて、なんか不思議な経験をしました。で、やったことっていうのは、インナーチャイルドを癒すっていうことなんですけど、私ですね、もう過去のこととかも全部 YouTube とかノートとかこの間配信されたラジオとかでも全部言ってるので、なんかもう罪悪感とかないのかなって、罪悪感っていうかその言っているので、あのそこに対する過去の自分をこう許すとか受け入れてないとかそういうことに対する罪悪感っていうのはもうほぼほぼないのかなって思ってたら、お話ししてたらこう出てきたんですよね。あ、これもあったあれもあったっていう、やっぱ記憶って全部が全部その時に思い出せるものじゃないから、なんかふとした瞬間に思い出すとかそういうことが起こるんだなっていうふうに思ったのと、そうね、あとやったこととしてインナーチャイルド、自分のインナーチャイルドに会いに行ってその子を癒すっていうことをしましたね。だいぶあのうずくまっていました、私のインナーチャイルドの子そういう経験をして、でそのやってる時にずっと UE の、 あのエネルギーを流していてくれるっていう感じで、後の感想動画でも言ってるんですけど、感覚がガラッと変わったっていう経験をしました。それはなんでどういうことかっていうと、なんかちょっとこういうこと言うとあの受け付けないとか、なんか何言ってんのとか思う方いらっしゃると思いますけど、ワンネスとか一つだとか、うまく言葉で言えないんですけど、こう全てはエネルギー体で、全部が全部同じなんだっていうの、私いろんなとこで聞いてて、いろんな、人から聞いたりいろんなところで聞いてたりしたんですけど、頭では理解していたつもりでもなんとなく分かんないとか心では腑に落ちてない部分があったんですけど、昨日ねちょっとあの感覚的に分かったっていうことがありまして、なんかもう人も物も全部自分なんだっていう、これ分かんない方も多いと思うんですけど結局そうなんだっていうことが昨日ね私すごく腑に落ちたんですよ。なのでもう人であったりとか自分が扱うものだったりとか本当に自分のようにして接する、それのすごく大切さっていうのが実感として分かったっていう感じです。ちょっとね価値観が変わってしまいました。なのですごくおすすめですね。一回切ります。多分ですね、私にその方法があったっ
ぴったり合ったっていうだけで、というかもう本当にだって話さないのにもうポロ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 泣いちゃって、何かおかしなことが起こったとしか思えないんですけど、でそのかよ先生、あの先生もセッション終わった後何言ってるか忘れちゃうんですって。でやっぱそれってこうその時に降りてきたというか降ってきた言葉を私に伝えてくれているだけで、その通り道になってくれただけで、そのそうなんですよね、私に必要だったっていうことなので、それが皆さんにとってあの必要かどうか、あ、UE はものすごく効果があると思います。うん、ただこの価値観がガラッと変わるっていう経験っていうのは、もしかしたらその時の私に必要だったから起きたことかもしれないんですけど、うん、UE 名前がねちょっと覚えられない、アルティメットエナジティックスは、うん、なんかエネルギーのコントロール、エネルギー療法、あ、まあ詳しくないからあまり言わない方がいいかもしれない。ただただ私はすごくなんだろうな、こうすごく腑に落ちて価値観がガラッと変わったという経験をしました。うん、その直後に撮った動画あるので、なんかわかるかな、雰囲気わかるかなと思うので見てみてください。そう、私がこうなんだかかんだか説明するより、野口先生がお話ちょっとしてくれてますので、それを見てください。はい、ではではじゃない、見てください。今日は野口佳代子先生の UE、はい、アルティメットエナジェティックス、エナジェティックスを受けたんですけど、わかりますかね、私のこの目の腫れ具合は。もう来て、もう来て、そう、ボロボロだったもん、ね、そう、来て1分経ってない、うん、そう、彼も2時間ちょっと泣き続けて、こんな目がちょっと腫れて、眉毛もちょっとな、いつも眉毛ないけど、眉毛もなくなりまして、もう本当にちょっと、感覚というか、価値観がガラッと変わった体験を今しました。今日、うん、私の2時間どうでしたか？はい、とりあえず最初の数分で、うん、何も言ってないのにポロポロ泣き始めて、うんうん、あ、これは魂っていうか内側がね、うん、本当になんか感動というか喜んでいるんだなと思って、うん、もう本当に私は自分の世界は自分の意識で作ってると思うので、うん、今日ね、みなみちゃんが来てくれたので、あ、こんな可愛い私が来たと思って喜んでたんで、人も自分だからっていうことですよね。そうなんですね、周り全部自分が作り出してるっていう、うん、まあそういうふうに思い込んでいるので、みなみちゃんも私の分身として今日来てくれて、で本当に何も話してないうちに泣いて涙が出たってことは、あ、これは本当にいい状態だなと思って、涙ってね、全然こうね、なんていうかな、浄化をするのにすごく便利な、うん、自浄作用というかね、それは自然の作用だから、うん、浄化ですよね、浄化ですね、だから熱を出すことも汗かくことも涙を流すことも、うん、体が出るものは全部自浄化作用になるから、うん、もう全然それを怖がらずにどん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 出してもらっちゃって、もうティッシュいっぱいになりましたけど、本当に見えますか、この私の鼻水と涙のティッシュもすごい使ってましたね、もうずっと泣いてて、いやいや、でもね、本当にいろんな経験をしてきて、うん、そのたんびに罪悪感を持っちゃったりとかして、やっぱり自分の内側をねすごく傷つけてきちゃったんだなっていうのが分かったので、ちょっとインナーチャイルドというかね、ちっちゃいみなみちゃんに会いに行って、うん、いろんな話をして、で仲直りするっていうことをして、でその間に、まあ、UE っていうのはもう本当にエネルギーワークで見えないんですけれども、うん、そのいいのはその潜在意識にダイレクトに入っていくエネルギーなので、なんかこう修行を積んだりとかすごい長いことこう、うん、自分でなんか呪文をとかね、アファメーションみたいなのを言わなくても、うん、そこですぐダイレクトにポンってこうエネルギーなのでパッて、取っ
クリアにしたりとか変えられるっていうのがすごく便利なとこなので、あの皆さんもぜひ、はい、もう本当におすすめです。ありがとうございます、はい、ね、こんなにねありがとうございます可愛らしくて本当に自分の分身として、また今日は、うん、あの一人自分の分身のうちの一つが本当の自分の価値に気づいてくれて、うん、で自分の本当の自分の人生をあのこんなに面白い地球に来て、うん、あの楽しいこといくらでもあるので、自分ができることをどん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 楽しいことして周りを幸せにするっていうのもすごく面白くて楽しい作業なので、うん、そういうことをやってもらったらいいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。はい、どうも。はい。